決められていいかなと思います。あと、老後ですね、一人で住むならっていうことを聞かれるんですけども、やっぱり物価が安くてですね、できれば親日、フレンドリーな人が多い国っていうところだと、やっぱりフィリピンかなと思うんですけれども、家族で住むならですね、やっぱり文化的に合うかどうか、あとお子さんとか奥様とかですね、旦那さんとか、その相手の、一緒に住まれる方と短期滞在をしてみて合うかどうか、文化的なもの、食事的なもの、言葉、あと、その人柄、現地人のその、感覚ですよね。こっちに対しての感覚とかって結構違うんですよね。タイも微笑みの国って言われるんですけども、結構人当たりの激しい人に、当たってしまってイメージ悪い人とかもいますし、本当にそれぞれなんですよね。老後の移住っていうことを考えると、やっぱり治安と物価面と、あと伸びしろの部分は大事かなと個人的に思いますね。やっぱり日本みたいに、ゆっくり落ちていく、国よりは、伸びていく、面白い国の方が、楽しめるんじゃないかなと、個人的には思います。